ようやくここへたどり着いたよ。ここがお前たちの故郷、お前たちが見せたかった場所なんだな。この事件で誰もがお前たちに注目してる。スピンクスはどこから来た何者なのか、世界中のメディアがこぞってそれを知りたがってる。お前たちが捕まれば全てが白日のもとにさらされるだろう。これほどの事態となればもう誰にも握りつぶすことはできない。この状況を作り出すこと、それがお前たちの目的だった。お前らは初めから捕まる気だったんだな。あともう一つ、そのことを突き止めて俺たちを捕まえに来る人間が必要だった。柴崎さん、あんた自身がオイディプスだったんだ。スピンクス、お前たちをここで逮捕する。彼女はただの人質だ。保護してやって。残念ながら原爆はもう残っていないが、この国にはそれに匹敵するものが無数にある。爆弾はそのうち一箇所、原発の中に仕掛けてある。米軍が撤退しなければこいつを爆発させる。 So it was same as what he's claiming. Carry out your duties. But Dad...existence of some unknown the truth about the airport and the Shuto Expressway incident. That's an additional advantage. Even if the bomb is real, nothing can be done about it now. Yes, sir. Don't kill the detective. If he accuses the Japanese government, it'll turn attention away from us. Understood.全てを明らかにする。お前たちが命を懸けてやろうとしたこと、それがお前たちの望みだろう。あとはあんたに任せる。なあ、俺たちを覚えていてくれ。俺たちが生きていたことを。